こんにちは、速稼塾の久保です。今日も転売情報を、ね、お届けしていこうかと思います。まあ、私の転売が、ね、ずっと得意だったんですよ。今作業はしてないんですけども、転売の発想っては常にありまして、先日お伝えしたようにですね、マスクみたいなもともと低価格なものを高く売るっていうのは目立つ上にですね、多くの人の批判を浴びるんでリピーターが生まれにくいんですよね。まあ、ですので今マスクの転売をされてる方ってむちゃくちゃ素人なんですよ。こういう方はね、儲けることができません。だいたい大量在庫を抱えて売り損じて、結局原価みたいな値段で売るみたいな感じで、労を多くして実りなしと言いますかね、ただ嫌われてるだけだったとかね、そういう風になっていくと思います。それではですね、今でしたらどんなものが、そしてこれからどういう転売をすれば人の目をね、かいくぐって儲けることができるのかってことなんですけど、これが実はですね、楽器なんですよ。楽器ってのは多くの人がね、気づきにくいものなんですけど、むちゃくちゃ儲かります。私もね、ギターとかベースを何本か持っていて、エフェクターとかアンプ系を持ってるんですけども、中古で入れ出す時ってもうほとんど二束三文なんですよ。やっぱり10万円とかで買ったものが3000円とか5000円とかで買い取られていくなんてザラなんですよね。でも店頭に並ぶ時ってのはそこそこの値段になっていきます。その中ですね、今回紹介するのは、そうですね、サウンドハウスっていうブランド、ご存知ですかね、ショップなんですけども、サウンドハウスっていうお店っていうのは、今ね、利益還元祭かキャンペーンかなんかやってて、ポイントをいつも付与してるんですけども、これがね、30倍ポイントになってるんですよ。まあ、ですので、楽器の興味のない人も聞いてもらいたいんですけども、例えばですね、40万円のギターを仕入れますよね。そうすると消費税込みで、だいたい43万円か44万円になるんですけども、この44万円に対して、ポイントが確かつくんだと思います。で、だいたいね、ポイントがね、13万ポイントとか14万ポイントつくんですよ。すごいでしょ。 30%、 30倍セールだからですね。通常ポイントの30倍ポイント出しますよっていうキャンペーンなんで、40万円のギターとかを買うと、なんとね、13万とか14万ポイントついちゃうんですよ。じゃあこのポイントで、またね、その14万円分のギターとかなんとかを買うわけですよね。そうするとまたこれに対して、まあ、5万ポイントぐらいつくわけなんですよ。で、5万ポイントもらったら、その5万ポイントで、またエフェクターとかね、アンプみたいなちっちゃい楽器を買います。そうすると元で40万円で60万円分の仕入れができるってことになるんですよね。これを売っていけば60万円、で、まあ、楽器っていうのは、在庫っていうのは60万円分あるわけですよね。で、最初お金を出したのが40万ですから、これが40万以上で売れれば利益ってことになります。でも実際はですね、60万円分の仕入れをするわけですから、これがね、50万円ぐらいで売れるんですよ。で、結果10万円の利益が見込めるってことになります。これ最初の一発の資金が大きいんで、余剰資金のある方に限られちゃいますけども、こういう発想でですね、大きく仕入れて大きく儲ける。要するにギターっていうのはね、例えば40万のギターが43万で売ろうが44万で売ろうが、買う人ってのはそこまで気にしないんですよ。1万円の差額を気にしない大きな単価のものっていうのが大きく稼げるんですよね。でも反面、1枚10円前後で売ってるマスクをですね、1000円とか2000円で売るってむちゃくちゃ大変ですよ。だってお財布から出すお金は1000円札なのに、すごい抵抗を感じさせるんですよ。だから私はマスクを転売してる人は素人で、この人たちは売り抜けることができずに、値段がもうすぐにね、落ち着いてしまうと考えています。もう今もですね、もうすでにマスクっていうのが余り出してるんで、私のところにね、買い取ってくださいっていう風な、そういう風な転売屋さんからね、昔付き合いになった転売屋さんからむちゃくちゃ依頼が来るんですけども、一切私はいりませんと、ただならくださいって言い張ってるところでございます。まあそんな感じですね、皆さんも転売をするときっていうのは、多くの方がやってることをやらずに、自分にしかないルートをこういう風にしてね、開いていくってことが大事です。あと家の転売とかありますよね、完全に不動産業ですけども、そういう風なね、大きな単価、中古車もそうですよ。車を仕入れて車を売るっていうのは、自分の庭にですね、車を置くスペースがなくてもできるってことなんですよ。まあこれはまたね、別の機会にお伝えしようかと思います。車ってのはいいですよ。1台転売して3万から5万、時には10万とか30万という利益を見込めますからね。そして車のことが詳しくなくてもできるのが、この車転売のいいところかなと思います。今回はね、楽器転売っていう切り口でお届けしましたけども、皆さんもご活用いただければ幸いでございます。それでは。